毎朝トマトジュースをいっぱい飲むので、トマトジュースの紙パックをパレットにして使っています。伊賀市に住む塩さん42歳、自宅の一室で日々絵を描いています。私にとって絵を描くのはライフワークであって光でもあります。塩さんは30代の時、発達障害の一つ、自閉スペクトラム症と診断されました。人間関係がうまくいかず、仕事を転々とし、およそ1年間、自宅に引きこもる生活を送っていたことも。そんな時、趣味で始めたのがアートでした。腐らずに、ひたむきに頑張り続けると、何か光というものが見えてくることがあるかもしれないです。私もどん底だったこともあるんですけれども、その書き続けてたら今お仕事にもつながりましたし、いろんな出会いにもつながっています。塩さんは NTT のコンテストでの受賞をきっかけに、今年2月から NTT のグループ会社でアート社員として働いています。リモート勤務でポスターや社内に展示する絵画、グッズのデザインなどを手掛けています。いろんな絵に挑戦させていただいてるんですけども、ちょっと大きめの作品に今後挑戦していけたらなと思っています。他の障害者の方たちの作品をたくさん見て、本当に一人一人全く違う個性とか特性があって、素晴らしい作品がいっぱいあったので、今後も三重県でももっともっとその障害者アートの世界が広がっていけばいいなと思います。アートを一つのきっかけに個性を認め合う場作りに取り組んでいる人がいます。桑名市を拠点に活動している川村ひろ子さんは、創作活動を通して脳の活性化を図る臨床美術を広く発信しています。この日の教室にはさまざまな障害がある子どもたちが参加しました。臨床美術は人と比べないんですよね。自分が思ったことを色や形に変えるお手伝いを私たちがしていると。これがね、筆になるんです。これが筆。臨床美術は絵を描く際に使う道具や一定の表現方法を決めた独自のアートプログラムに沿って進められます。うまい下手で判断せず、美術への苦手意識を取り払う工夫がされているプログラムです。本当に楽しかったです。力強くてかっこよく描けました。ママの一番気に入ったところに語りたいです。やっぱこうやって自由に自分で表現できる場所があって、ここに来るのをとっても楽しみにして、表現できる楽しさをいつもここで、はい、味わっていていると思います。教室では参加者全員の作品を披露する鑑賞会も行われます。せーの、これ光る。おー、光る。面白い気感覚に曲がりながらかすれてたりとか、ここから細いのがふわって曲がってたりとか、どうでしょうか。拍手。他者を認めるということができる、それに自分の作品を皆さんに見ていただいて、それがこう自信につながったりするんですよね。自分自身を認め、他者を尊重し受け入れる心を育てる、そんな力がアートにはあるのかもしれません。こうやってみよう、ああやってみようっていうふうに考えられる子どもたちになってほしいなと思っているので、臨床美術を生かしてもらえたらなと思ってます。これで臨床美術はおしまい。